サザエさんのエコ視察。今回のテーマはエコな回路。開発者に会うためやってきたのは岡山市内の田んぼ。回路と田んぼ、どんな関係があるんでしょうか。実はあの回路はこの田んぼで採れたお米で作られています。そうなんですか、はい、エコの秘密はお米。一般的な使い捨て回路は鉄が原料ですが、この回路の中身は玄米です。去年立ち上がったブランドルリオンでは玄米回路を製作販売しています。使い方は簡単。電子レンジで温めると玄米の中の水分が蒸気になって、じんわり体を温めてくれるという仕組みです。今年足首用と肩掛けが新商品として登場。早速足首用を試してみます。おー、美味しそうな炊きたてのお米の甘い香りがしますね。じんわりと人肌より少し暖かいぐらいの熱がポカポカと伝わってきます。とても気持ちがいいです。冷えが気になる女性はもちろんなんですけれども、リモートワークで首や肩が疲れた男性にもご好評いただいております。暖かさは20分程度持続し、その後お米は空気中の水分を吸収するので再び使えるという仕組みです。360回使っていただけます。そんなに、はい、確かに普段使っている回路は暖かさがなくなるとすぐに捨ててしまっていたので、はい、もったいないなと思っていたんですよね。繰り返し使えるっていうのは本当にエコですし便利ですよね。あとですね、実はこの回路中に使われてるお米は古いお米を使っています。あ、そうなんですか、はい、どうしてもやっぱり新米が取れてしまうと去年のお米が古いお米として扱われてしまって安く売られたりとか、うん、あとは最悪廃棄につながってしまうんですね。こちらの田んぼは五花さんの実家が先祖代々200年以上受け継いできたものです。新米が出回る時期になると1年前に収穫された米はなかなか売り手がつかず、倉庫で眠っているのを五花さんは子どもの頃から悲しく感じていました。なんとか活用できないかと考えた結果、回路にすることを思いつきました。まあ、これでこの商品にして皆さんにこういうことも農家さん起きているんだなっていうのを知っていただけたらと思います。エコやサステナブルに興味があるけど何からしていいかわからないという方にも手軽に手に取っていただいて使っていただきたいなと思っています。コロナ禍で増えたおうち時間に使いたいと人気を集め、口コミで広がりを見せています。狛江を活用したルリオンに表彰状。視察させてもらいありがとうございました。今日の視察メモは、ふるさとの田んぼへの思いが詰まった玄米回路。